こんばんは。こんばんは。口の色な。ちょっとリップつけたい。ちょっと待って。こんばんは。ただいま。ただいまです。よいしょ。今日の大特訓いっぱい笑った？よいしょ。ああ。ちょっといろいろやばい。よいしょ。いろいろやばい。たらーん。よいしょ、こんばんはです。ドキュメンタリー見たよって。ただいまです。はい、大丈夫、ま、落ち着きました。ただいま日本に帰ってきました。イエーイ。あ、連携セットいけ、連携セットいけ。アンナ今日いじられすぎ。いや最近本当にずっといじられてるんですよ。もうほんまに本当に本当に。ちょっと連携中です。できた。大仏にされんかった。くまちゃん初見ありがとうございます。ただいまみんな。ただいま帰ったぜ。日本に帰ったぜ。センブリ茶飲んでないよ。ゆいにゃん来てくれてありがとうね。嬉しかった。すぐわかった。足つぼ普通に痛いよ。あー、台湾から今日帰ってきたんですよ。やっぱ日本は落ち着きますね。日本は。ただいま。うん、台湾もいいけどやっぱ日本好きだな。お父さんも楽しんでくれてた？ゆいな、よかった。背景が落ち着くね。ホテルめっちゃ暗かったもんね。マジ日本優勝。ちょっと時差ボケしてる。嘘、わかんないけど、なんかね今日帰ってきて、でなんかでも昨日の本当に夜、なんかちょっと時差っていう、時差ないのに1時間しか。でもなんかちょっとなんかよくわかんなくって、そうでなんか寝て、でなんか今日帰ってから寝たんですね。日本に帰ってきてから時差1時間なんですけど、でなんか帰ってきてから寝たんですけど、でもなんかそうなんかね、でも大特訓あったからちょっとだけ家帰ってちょっと寝て、何時間に 3時間ぐらい、2時間とかかな、ちょっともう分かんないんですけど、そうなんですよ。そうでも昨日のね夜空港とかでさ、そう飛行機ね疲れた。そう、いやなんかね時差ボケではないんですけど、そうなんかそう変な時間に帰ってて、帰ったんですよ。だから足つぼ痛かったよ。飛行機ね、そう飛行機疲れる、なんかあんま寝れなかった飛行機。今日はいっぱい寝なきゃ無理。もうみんなね本当に今日はみんな大特訓前とか、そう
みんな今日スタッフさんもなんですけども、みんなもうなんか台湾帰りでみんなやばいってなってて、本当にで、なんかやっぱまあ初めての台湾海外でのライブだったから、環境とかもやっぱ違ったりして、結構体調っていうか何、もうなんかみんな元気が、いつもの元気はそんなになくって、 でもやっぱ大特訓始まったらみんな元気で、大特訓始まる前に「よし行くぞ!」とかみんなに言って、なんかみんな「よしうちらはめっちゃ元気だ!」とか言ってそう、そしたら本当に大特訓みんな全然元気でした。そう、めっちゃ元気でした今日も大特訓。みんなね、なんだかんだ言って元気なんですよ。そう、何時の便だったかちょっと覚えてないですね。そう、俺も夜中の2時。うお、指原さんは台湾でも有名ですよ、もちろん。なぎちゃん看護師になれて、え、お久しぶり、おめでとう、おめでとう。すごい、看護師さんだ。これからいっぱい病気になっちゃった方を助けて、熱出た時に助けてあげてね。タピオカもちもちしてましたよ。いや、もうちびいじりはもうね、あれですよ、もう最近もうなんか日常茶飯事です、本当に。あ、そう、台湾テレビニュースでもそうなんですよ。お土産全然ね、なんか買えなかった。そう、なんか夜もう閉まっててお土産屋さんとかだから、なんかあんま買えなくって、そうね、私そうだから何も買ってないんですよ別に。あ、そうらしいね、 AKB さんの姉妹グループみたいな紹介になってたって、そう、それ聞いた。そうなんですか、そうやって本当になってたのかな。ショコだけいじられない。みんな他いじられてるっけ。86回食べたご飯はね、もうね、ちょっとね、ちょっともうね、ちょっとすごかったですよ、とりあえず。いつから姉妹グループになった？ちょっと姉妹グループではないかな。かな。キアラちゃんにも私いじられてますからね。むしろ最近キアラからいじられてますからね、私ね。そうなんですよ。現地の方と話せた？なんかねお水欲しい時「ウォータープリーズ」とか言った。したら伝わったり伝わらなかったりだったけど、そうですね、人生で一番豪華なねお食事でしたね。 AKB のメンバーが指導しているグループの意味、ああなるほどね、でもそれだったら合ってるのか。キアラちゃんにね、キャラちゃんにいじられ、すごいキャラにいじられてますよ私、本当に。なんなら今のんのとか、のんのの次にキャラぐらいですよ私に言ってくん、キャラが多いぐらい。でも可愛いんですよね、そのいじりがね、キャラね。夜景の綺麗さ半端なかったですよ本当に。でもね、なんだろう、台湾は、台湾は、あ、でもセブンイレブンがいっぱいあって、なんかセブンイレブンになんかミスタードーナツがありましたね。入国審査は無事通れたよ。101キーホルダー買ってない、何も買ってないんですよ。ファミマも結構ありましたね。
ファミマ全か全部の全部の家って書いて全かって。身長制限ないよ。あ、そう、花22時以降解禁しましたね。花舞香が。花粉症ね、あった気がするんだよね。ドンキあったっけ？ユニクロとか GU とかありましたよ。ね、てかてんちゃんのさ、今日の大特訓のコメント読んだからね。読んだからね。ショールーム配信継続よかったね、チロルさん。本当に夜市は楽しかったって。ケンケン楽しかったですね。なんか最初夜市ってどんな感じなんだろうってあんましよく分かんなかったんですよ。なんですけど、なんかもうなんかすごい、なんかすごい、なんかいっぱいいろんな食べ物をねちょっといただいて、なんか食べさせてもらって、すごーくってすごくって、なんかもう本当に、でもなんかちょっとカエルさんとかいたんですよ。でもうみんなでギャーって言って、でもそれはなんかちょっと食べさせられはしなかったんですけど、でもなんか本当にいろんな本当にいろんなものをなんか食べさせてもらって、でなんか夜市でなんかゲームとかもさせてもらったり、すごかったですよ。なんか夜市の前にその86階でのご飯を食べてたんですけど、そうそうなんですよ、議員さんが。そうなんですよ。それでなんかその後に夜市行ったんですよ。でも86階の時点でみんなお腹いっぱいって、めっちゃお腹いっぱいとか言ってて、なのにも行った瞬間にめっちゃ食べるみたいな。結局そう、すごい台湾でたくさん本当に美味しいものをね食べた。なんかやっぱり日本とね食べ物は違うから、なんか新鮮味があってすごい興味津々でした。みんな本当に。ナータンピアス開けたの？開けてないよ。どうしたの？イヤリングじゃない？そうなんです。指原さんにいっぱい美味しいもの食べてきてねって言っていただいたのでね、食に対しては全力ですよ。台湾ラーメンもちょっと食べましたよ。なんかね、牛ひき肉みたいなの乗っててすごい美味しかった。あ、ザイデンさん、アンズーですって。いちご飴食べた。いちご飴めっちゃ美味しかったな。そうなんですよ、 TP48 さんがあのお花をくださってびっくりしました。嬉しかったです。すごいですよね、めっちゃすごい。本当に食べ物にも全力です。一番美味しかったのなんだろうな、なんだろうな、何が美味しかったかな。そのね、86階のレストランで食べたね、その台湾ラーメンとかも美味しかったし、あとなんだろう、いちご飴とかも美味しかったけど、あとなんかね、ブロッコリーのムースじゃないけど、なんかねそういうやつが出てきたり、それとかすっごい美味しかったりしました。あ、小籠包すごい美味しかったですね。小籠包美味しかった。あ、杏仁豆腐もいっぱい食べましたよ。台湾のニュースでパクパク食べてるのは笑えたね。マフラー暑かったです。あ、そう、街頭のビジョンにも映ってたよね、あの大きいところですよね。あれ、私たちタクシー乗ってて通ったんですよ。そしたらちょうどね、自分たちが流れてて、そ、写真撮ったんですけども、ブレブレでね、ちょっとダメだったんですけど、見れましたよ。そう、アンナ豆腐。大家好，我们是一个啦。我是三分心奈。あ、手渡り、あ、台湾中心さん、ありがとうございます。そうなんですよ。なんか台湾では物販があったんですけど、その物販のところに私と花がと、あと誰が行ったんだっけ？キアラとかノンノも行ったのかな？覚えてないんですけど、なんか。スタッフさんになんか出たい人、物販出たい人出ていいよって言われたんですよ。そう、だから出たくって、出たいっていうか、皆さんと普通におしゃべり結構できたので、あの物販に立ってこう物を渡したり、普通になんか並んでる方と、なんか日本の方とも台湾の方ともお話ししたり、いっぱいお話しして楽しかったです。そう、めっちゃお話ししたよね。そう、
で、なんかアンと花、なんかアンは1回目やって、でまた後ろにはけたんですよね。でもなんかもう1回出たかったから出たんですよ。でなんか花も出てて、でそしたらなんかもううちらは出たがりずやねって言って、2人でイエーイって言ってました。そう、すごく楽しかったです。あ、バイク多かった、めっちゃ多かったわ、確かに。そう、物販に出たのは初めてだったかな。楽しかったですね。初めてですよ、物販に出たの。本当に神イベでした、よしひこさん、やった。でも指原さんのファンの方来てくださったり、で台湾の女性の方も結構来てくださって、すごい嬉しかったですね。写真で見たけど、どんだけ飛んだのって、あれすごいでしょ、あれめっちゃ飛んだんですよ。あれ瞳が写真撮ってくれたんですけど、そう、しかもカメラマンさんも撮ってくださった写真もめっちゃね、ちょっといい感じな写真で、どこで使うのかわかんないんですけど、思い出にしまわれるのかわかんないんですけど、めっちゃね、いっぱい飛んでね、そう、めっちゃ爆笑してたの。ジャンプした。そう、なんかメガポートフェスを見て30人以上の方がなんかプラスで当日券っていうか、何、そっからまた買ってイコラブのその単独っていうか、何、イコラブだけのその次の日のイベントにも来てくださったりして、すごくね嬉しかったですね、本当に。本当にね、嬉しかった。ね、新幹線全然日本と同じだった。次アメリカ行っちゃうって。ね、台湾のテレビで紹介してもらえたのはすごく嬉しかったですね。グアム行きたい、夏に。夏？なんか海とか行ってみたいですね。地球からは出ちゃいませんね。そう、イコラブだけのイベントの時はポニーテールにしました。そう、なんかあれですよね、私昨日はイベントの前に配信したから、じゃあ昨日のイベントのことは話してないのか。じゃあ昨日のイベントのこと話すね。なんかまずは何曲やったんだっけ、10曲やったんですよね。10曲やったんですよ。持ち曲、イコラムの曲、いつもの6曲とプラスでティフで披露させてもらってた4曲、48グループさん、46グループさんの先輩方の曲をお借りして、でそのお借りしてカバーとしてやらせていただいた10曲でしたよ。あ、そうだ、10曲プラスアンコールから11曲だ。そうなんですよ、めっちゃ盛りだくさんで、新曲やってないですよ。でなんか抽選会とかあって、うちわをね、うちわのプレゼント初めてだったかな。メンバーの顔のいつものうちわプラスにめっちゃサインとかいろいろ書いたりしました。そう、サードは披露してません。すっごいね、なんかね、すごいね、すごいみんなからの声援がすごくって、すごかった。すごいしか言っとらんけど、ほんまにね、すごかったよ。なんか声がみんなめっちゃ大きくって、なんかめっちゃみんな一生懸命コールしてくれたり、で台湾のファンの方も一生懸命私たちのトークを聞いてくださったり、なんかすごい嬉しかったですね。うん、なんかすごい思い出に残ったイベントだったかな。日本人のコールを見て台湾の人が真似してたね。なんかすごい、なんだろう、いつも来てくださるファンの方たちがこう引っ張ってじゃないけど、こう
なんか声出してそれについてきてくれてたり、台湾のファンの方がで、なんか台湾のファンの方と日本のファンの方がなんかメガポートフェスで仲良くなった、なって、でなんかそしたら今日もまた会ったんだよとか、友達になったんだとか言ってて、なんかそういうの見るとなんかすごい嬉しいなって思って、 それを物販に私が出てる時に教えてもらったんですよ、ファンの方から。そうそう、とかなんかね、日本語も台湾語も喋れるファンの方がいたんですよ。そうだから、その方があの通訳してくださって、私とその台湾のファンの方が、ファンの方の間で、でなんかね、台湾の方はさ、どれが何円とか分かんないじゃんか。だからなんか今回の物販ではなんかね、紙があって一個ずつ絵があって、これは何円でとか書いてあって、これを何個くださいみたいな紙があって、それをなんか渡すみたいなシステムだったんですよね。そうだからなんか説明しようと思って、私はその台湾のファンの方に、だからそのなんかどっちも喋れる方に、アンがこれは一番最初のに出たイコラブの T シャツなんですよとか、これは2枚目に出た T シャツなんですよとかいう話をしたら、全部通訳してくれて、そう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 、いろいろこれにはもしかしたら今日はサインが入ってるかもしれないですよとか、いろんなお話をして伝えてくれて、そしたらおーとか言ってくれて、なんか通じ合ってる気がして、なんかもうすごく嬉しかったですね。そうだから、そう嬉しかった、助かった、本当に。そうなんか直接喋ってるってことじゃなくても、なんかコミュニケーションがすごく取れてる感じがして、すごく嬉しかったです。そう、亀子さんもねいてくださって、そうだから台湾の方もすごいありがとうとか、かわいいとか、頑張ってねとか、そういう単語とか覚えてきてくださって、それを私たちにあの言ってくださったりしてたのがすごく嬉しかったですね。広島弁わかる人でよかったそうでも本当になんだろう、やっぱさ、トークとかだともしかしたらまあ難しかったり、何言ってるんだろうってなっちゃったりする時も多分もちろんあったと思うんですよね。でも曲になるとやっぱりなんだろう、なんか本当音楽って世界共通だなってすごく改めて感じて、なんか音楽ってなんかコールとかもうぴったりみんなの息揃ってたし、すごいなんか会場が一つにすごいなってた気がして、なんかあ、音楽って一つなってこういうことなんだなって、なんか世界をあんまりあんま見たことがなかったから、今回世界を見て、あ、なんか言葉の壁はもちろんあるけど、でも音楽の壁ってないんだなってすごいそれは思って、なんかそう人生音楽ね、本当にそうそうそう、すごいなんか本当にいい経験っていうかさせてもらえて、なんか初海外がこうやってイコラブとしてこういうふうに行くことできて、なんかすごい良かったなって思いましたね。そう、アジアで、アジアだけどね、うん、まあアジアでもアジアだよ、なんだそれそうでも英語とかになってもね、でも英語の方がね意外にみんなできたりするのかな、分かんないけど。お、アナのサインのクリアファイル手に入れたって、ありがとう、台湾の方だ。あ、今ちょっと暖房ね寒かったからさっきちょっと入れちゃったんですよね。で切った、切あのめっちゃ静かにした音、英語は落とし間がいる英語落とし間いる。予習したのはハオチーだけ役に立ちました。あのこの3つはたくさん言いましたね。はい、大家好、ウォンメンスーイコールラブ、今日暑くないって、あれなんか部屋さっき寒かったんですよね、しかもヒートテック着てるのに、なんでだろう。でもすごいなんか最後ハイタッチ会ね、あのお見送りしたんですけど、すごいみんなすごいなんか楽しかったよっていっぱい言ってくれて、すごい嬉しかったですね。でも日本からやっぱ来てくださってる方ってすごいなんだろう、まあもちろんお金もかかるし、なんだろう、大変だし、やっぱパスポートとかいろいろあってあると思うし、やっぱなんだろう、違うじゃないですか日本と。そうだから環境とかも違うし、いろいろ大変なのに来てくださって、なんかすごいありがたいなって
思いましたね、本当に。めっちゃ喋れる。あ、待ってたわ。ノブさん、ありがとうございます。今日待ってかけてないんですよ、まだ。ちょっと今バって書こうかな。だって待って、この台湾行ってる時のタワー合わせたらちょっとやばいでしょ。のぶさん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 ってなりますよ。3、4、5、のぶさん7本でしたよね、全部合わせて確か。で、今日のも入れたらやばい数ですよ。ちょっとやばいです、やばいです、ごいすうです、本当にありがとうございます。本当にこれ台湾の時と、あ、台湾と今日の今の合わせてありがとうございます。そしてさしなゆいさんも、金ちゃんもくださいました、ね、ありがとうございました。本当に台湾行き、台湾ありがとうね、本当に。これ台湾に行っている間のタワーでございます。本当フロックさん、どこでも来るの、来てくれるのアイスパパ行った、ゆいにゃん。アイスパパ私も行きました。タピオカミルクティーみたいなやつといちごをサナと半分こしたの。ノンノっていつかよりラブなの。まあそれはいつでしょう、ちょっと前です。もう台湾でのノンノほんとやばかったからね。もうマジみんなスタッフさんもメンバーもはいはいってぐらい、もうみんなはいはいオッケーオッケーみたいな感じだった。はいまた、はい今日もよりより言ってますみたいな感じだった。本当にもうね、スタッフさんたちもみんなそんな感じだった。本当にずっともういおりかわいい、かっこいいって、いおり好きって、もうなんかずっとアイラブいおりでしたよ、本当に。まあ髪切ってから、うん、そんぐらいかも。花も言ってたさっき、本当にやばいよ、ほんまに。そう、なんかもうね、なんかもうグループ内恋愛って感じです、本当に。そうそうそう、なんかいおりと花が同じホテルだったんですけど、でのんのとさなだったんですよ。でもなんかのんのがめっちゃいおりのとさなの部屋に行って、あ、間違った、花の部屋に行って、そうなんかそう言ってた言ってた。そうでもなんか今回のまた台湾でなんかいっぱい、なんかまあ一日中、もう何、一日中かける3日間ぐらいもうずっとメンバーといたから、なんかもうホテルとかでもなんかもうなんかメンバーといるの楽しいなって改めて思った。なんかもう大爆笑何回したかみたいな、なんか爆笑したことなんですかってね、カメラに聞かれたんですよね。でもなんかもう毎日何回も爆笑しすぎて、なんか覚えてなくって何で面白かったのか、なんか本当に楽しかった。アンはマイカと同じ部屋でした。なんか本当に仲いいんですよね、なんか本当に、なんか本当にね、なんだろう、本当になんかメンバーといるのがすごい楽しいんですよね、あんま本当に。なんかしか言ってない、あ、なんかってめちゃくちゃ癖ないよね。なんかね、あ、またなんかって言った、あのそのイコラブだけのイベントの日になんか控え室にいて、でなんか食べ物を買ってくるみたいな話になって、でもなんか全員はなんか人数多いから2人だけついてきていいって言われて、でなんか食
材食品なんか何を食べるか選びたい人みたいな感じで、なんかサナとマイカだっけがなんかスタッフさんと一緒に買いに行ってくれたんよね。そうで、なんかあまたなんかって言ったそう、それでなんかあのやばい、なんかが口癖。それで出た、なんか2個、まあ、机があったよね、こっちとこっちで。なんか残ったのがマイカとサナがご飯買いに行ってくれたから、あのアンとナータンとミリニャとひとみがこっちの机ではまだいたのね。だからあの人狼ゲームとかしてたんですよ。でなんか4人って人狼ゲーム、最低でも人狼ゲーム4人でしかなんかできないんですけど、で4人でやっても基本あんまし面白くないんですよね。でしかも乃木坂さんが人狼やっててっていう影響もあって、あちょっと人狼の気分だったんですよ。でなんか4人で人狼って本当になんかまあすぐ終わっちゃったりして面白くないのに、もうなぜか大爆笑なんですよ。なんでこんな4人で面白いのとか言いながら笑ってて、そうほんまに。でなんかメンバー帰ってきた後はなんかもっと大人数でやったりして、そう人狼やってました。そうやばいね、めっちゃなんか言っとるね。なんかって言っちゃうよね。あのね、上野動物園行ったのおかえりだもんで、でも久々に人狼ゲームやった。食べっ子動物食べたよ。マイカとサナツさんそうお使いしてた、ちょっとだけ話したよって。そうなんか行きたかったんですけど、あんまお使いでもなんかあんま無人数では行っちゃダメって、待っといてって言われたから。でもそしたらね、なんかハンバーガーとポテトとかナゲットとか買ってきてくださって、なんかもうめっちゃ大量にあったんですよね、それが。でなんかもうコーラとかマジこんなん、ほんまにこんなんよ、こんなんで。そうもうなんか全てが大きくって、でなんかハンバーガーはなんか一人一個とか結構あったんですけど、多かったから瞳と半分こしたんですよ。そうでもすごい美味しかった、ポテトも美味しかったしナゲットも美味しかったし。そうなんですよ、イコラブの人狼面白いよマジで。ちょっと待って、耳に入らんくなったって、なんかが多すぎて。食べ物ね、イコラブだけじゃないよ絶対。でもどこのね、どこでか、みんな好きでしょ、人生人間みんな食べ物好きだから。本当にマックではなかった、本当に。いやそんななんかって言っとんかな、もう気にしないで。人狼得意得意、時と場合により。断食してんのトイさん、断食は良くないよ。人狼ゲームやりすぎてみんな人狼だった食べ物、あでも確かに台湾の匂いはすごくわかります。あ台湾の匂いだって思った。それにしてもすごい量だって、うん、だってもう帰ってきた時やばかったもん。もう全員このトレイをもうパンパンに持ってたもん、みんなが。臭豆腐食べてない、そう市民とか人狼、人狼市民とか人狼とか占い師とかいろいろある。意識しないで、面白いってそうよく食べるんですよ。眠くなってきたね、あんも今日早く寝るかな。台湾楽しかったよ、台湾好き、我愛台湾合ってるかな。そうでもなんかアンナのねショールーム、台湾ねショールームホテルでしかしてないけど、すごく暗かったからね。今日はもうちょっとで終わります。シェイシェイっていっぱい言った。なんかあのねタクシーの方とかにも、そうなんか面白かったのが、タクシーにアンとね、誰だっけ、アンと誰で乗ったっけ、誰で乗ったんだっけ。もうねタクシーね、やっぱ台湾だと結構タクシーでも移動したんですけど、なんかもういろんなメンバー
当もう何回もチェンジっていうかもう適当に乗ってったからもうあんま覚えてない。アンとねサナとね誰だったっけな、あと一人乗ってたんですよ。そうサナってのは覚えてるの、最年長と私とっていう話だったか。でなんかタクシーの運転手さんが台湾の方じゃないのかな、わかんないんですけど、なんか多分英語が喋れた方だったんですね。でなんかその運転手さんとスタッフさんが、まあ、前に乗ってて、私たち3人後ろにねメンバーが乗ってたんですよ。でなんかその運転手さんが英語喋れるから、でそのスタッフさんも結構英語が喋れて、だから話してたんですよね。でまあ降りるじゃないですかタクシーを。そのタクシーの運転手さんすごく優しくって、でなんかすごいもう急いでこう荷物とか出してくれたりして、でうちらもなんかシェイシェイとかいっぱい言ってたんですね。で降りて、そしたらスタッフさんにそのタクシー降りた後に聞いた話なんですけど、なんか何話してたんですかって聞いたら、3人とも中学生って聞かれたよって言ってて、そうアンとサナ、まずもう高校生でもない2人が中学生って聞かれて、そうアンとサナとね誰だったか分かんないんですけど、でも2人あのナータのキアラではなかったんですよ。3人とも中学生じゃないのに、なんか3人とも中学生って聞かれたって言っとって、違うって言ったんだって。そう JC に見られた、みんな。笹の前の写真はミーヤじゃない、スタッフさんマネージャーさんに撮ってもらいました。あそう信号がそうなんですよ、青があと何秒ですっていうのが数字で出るんですよ。30秒29、28みたいな、あれ便利だよね。そうだからそれはすごく印象的でしたね。小学生じゃありません、まあ初見しもちゃんありがとうございます、ひたすら初見だしそう私はパンダじゃありませんって感じです。でで JC じゃない、 JJJ なんだろう。そう信号の絵も可愛いですよね。タワーん、台湾のチミングさんありがとうございます。ちょっと待って、ありがとうございます、よいしょ、ありがとうございます、シェイシェイありがとうございます、ありがとうシェイシェイ、ありがとう。あでも本当にね今回こうやって台湾でなんか世界をまず見たことなかったから、別になんか一人のこう人間っていうかとしてもこうやってイコラブとしてもなんかすごい勉強になったし、あこういうなんだろうこういうことなんだな、こういう感じなんだって思って、なんかすごい新しい世界に行った気がして、新しい世界だったんですけど、なんかすごいいい経験だなって思って、そう行けてすごく良かったなって思いましたね。また行きたいですね、パスポート10年取ってるし。感じです、ね、またいろんな世界のいろんな国の方になんかエコラブを知ってもらって知ってもらえたらいいなってすごい思ったし、なんか、ま、いつかまたなんだろう単独ライブっていうのはまだやったことがないから、単独コンサートだったりそういうのを日本でもやりたいなって、なんか本当になんかやっぱいろんなところに行くのってすごいいいなって思ったし、だからもちろんやっぱ東京とかで単独ワンマンじゃないけどやりたいし、いろんな、まあ、地方、日本の中での地方にも行きたいなって思いましたです。世界は広いわと思いましたよ、ほんまにね。ワンマンやりたいです、本当に。単独ライブが今のイコラブにとっての一番近いっていうか、一番近いっていうのかな、夢っていうか、みんなで
やりたいなって思っていることでもあるので、お願いします。頑張りますね。まずは今はサードに向けてだったり、これからのイベントに向けてだったりを頑張って、そう行きたいなって思います。サードのヒット祈願、そう皆さん楽しみにしててください。本当に3枚目5月ですよ。あとちょうあと何ヶ月、2ヶ月はないですね、もうね。ね、今回総選挙もね、世界総選挙やしね。ね。そう、振り袖も着るしね。楽しみです。サードいつ漏らすんじゃろうね。わかんない。琥珀追加、みーさん、ありがとうございます。本当に。琥珀もめっちゃ楽しみ。やっぱね、話すのっていいよね。話すのって楽しい。3枚目まだあって、もうちょっと待ってて、待ってて、ヒット祈願してください皆さん。琥珀も買ってあるよってトイさん、ありがとうございます。琥珀みんな待ってます。サクちゃん話したいって。4月中旬にはミュージックビデオ来るかな、わかんないんですよね。本当にわかんないんですよ。葵さん初見ありがとうございます。ベイちゃんも待ってるよ、大阪かな。大特訓で MV 公開、わかんないね、どうだろう。あらせいちゃんちら、緊張して目見れない。サーベルポーサー見てください。かなぴょん初見、かなぴょんちゃんありがとうございます。フロックさんね、めっちゃ来てくれる。袴、袴も可愛いよね。じゃあそろそろ山本寝ますわ。順位も13位ゆかりんさん、ゆかりん。12位セイタ、うんセイタあれだ、台湾来てくれる。11位あばれないくん、10位しげちさん、9位ケンヨンパチさん、8位ニゴさん、7位が台湾中心さん、6位がナカチョさん、5位がアンリマル、4位が台湾夜嵐レイズさん、3位がカンチコロウさん、2位がサシナユイさん、1位がノブさん、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。うん、声がやばい、マジ飛行機が乾燥でさ、ほんまにガラガラになるって感じです。じゃあランダム5人いきます。1人目ソライさん、2人目シンゴニオさん、3人目銀ちゃん、4人目大阪さん、5人目せいちゃんです。ありがとうございました。グーを出すよって。そうだ、アンリス配信もしなきゃ言ってたんだよね、台湾でもね。そうだ、花ちゃんがリーダーと同じ時間に配信してるってよ。何それ、何それ。花もねできるね、年齢になったからね、春休みだしね今ね。花たんが、花尾が、花尾が、花たんが、初めての10時以降配信って書いてある。ゆっくり寝ようと思いますだって。わかる、飛行機もあんま寝れない。終わります。台湾でね、まだお手紙は届いてないけど絶対届くから待ってて。飛行機何時間で着いたんだろう。帰りはすごい早かったらしいんですよね。
でもね、時間感覚わかんないです。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけん、はい、グーです。今日も配信楽しかったよ、わら、アンリバルありがとう。おやすみなさい。バイバイ。バイバイみんな。明日も夜配信します。バイバイキン。バイバイ。